ちょっとやばい映像を見てしまって、かなりショックを受けてしまってるんですけど、まあ最近歴史のチャンネルっていうんですかね、日清戦争とか日露戦争とか太平洋戦争とか、そういうのの解説している動画をいろいろ見ていたからなのか、なんか昔のドキュメンタリーの映像が出てきたんですよね。しかも外国の映像なので何言ってるのかわからないんですけど、ただ映像を見ていたらなんとなくその流れがわかるというか、で見て見ていたんですけど、それがボンバニュークリアソブレ広島ジャポンっていうドキュメンタリーなんですよね。多分ポルトガル語っぽいんですけど、だから喋ってることは何を言ってるかわからないので、どういう評価で喋ってるのか全然わからないんですけど、ただその中に興味深い映像がこうわんさか出てくるっていうのか、まあショッキングなその閲覧注意な映像もいっぱい出てくるので、興味ある人はっていうところなんですけど、それで、まあ、何が一番ショックだったかというと、やはり原爆がショックなんですよね。原爆のそのことって僕らはよく理解していると思うんですよ。で、僕は思ってたんですよ。知ってるよと、そんな原爆が残酷であるっていうのは。でも、映像ってあんま見たことなかったと思うんですよ。僕は少なくともなかったんですよね。写真はあったんですよ。原爆ドームがこうあって、なんか、ポツンとあって、その周りがもう、さら地みたいになってるみたいな。ああいう写真は見たことあったんですけど、やっぱり映像で見せられると、ショックがでかいというのか。なので、勇気ある人というのか、興味ある人はまた下にリンク、その辺を頭出しして、出しておきますけど、で、その原爆の、その何が衝撃的だったかというと、その、やはり瓦礫の様子なんですよね。これが明らかにっていうの違いがわかるっていうんですかね。僕もそのいろんな瓦礫の様子っていろいろ見たことあるんですけど、その東日本大震災もかなり瓦礫の様子、まあ街が流されて瓦礫がまた流れ着いてとか、ああいうその様子ってこう、すごいな悲惨やなっていうのを、まあ記憶ある人多いと思うんですけど、ああいうのも、この広島の瓦礫の様子と比べると、まだ、マシって言ったらダメですけど、形が結構残ってるんですよね。船が残ってたりとか、屋根が残ってたりとか。しかし、広島の原爆、まあ、長崎の映像も出てくるんですけど、の街の様子って、木っ端みじんなんですよ。この木っ端みじんの映像を見せられると、何がショックを受けてしまうかというと、ここ人いたんやろっていうのがショックなんですよ。その人らどうなったん？消えたんじゃないって感じなんですよ。多分消えたんですよ。それが、ちょっと映像やったら分かってしまうっていうんですかね。だからこの映像は、その、よくぞ、まあ、アメリカが多分記録として残してたんだと思うんですけど、残したなと。これを残してるのと残してないのとでは、ちょっと違うぞと思うんですよね。この映像を見れば、人間であるなら、もう二度と人間の、に、これを使おうと思わないやろうなと思うんですよ。この映像を 見たら。ただ、聞いた話とか、写真とかだけでは、あんまりその悲惨さがそこまで伝わらないっていうんですかね。だからまた過ちを犯してしまう人は出てきてしまいかねないんですけど、だからすごいんですよね。で、このドキュメンタリーを見ていると、その順序立てて、こう、話が進んでいくので、まあ、アメリカはその、原爆を完成させるために何回も実験をしてるんですよね。そりゃそうですよね。実験しないとその爆発するかどうかもわからないっていうのか。で、そういうことをちょっと考えていると、まあ、いわゆる陰謀論ですよね。で、よく言われているその地上起爆説っていうのがあるんですよ。その説によると、なんと原爆は日本で作られていて、日本のやつをこう運んできて、船で運んできて、あの川のところで爆発させたみたいな話があるんですよね。もう、バカバカしすぎるっていうのか、この映像を見たら一発でわかると思うんですけど、実験をやるんですよ。新しいものを開発した場合。なんかダイナマイトを、その、今まで1本で爆発させてたものを100本で爆発させるとかなら、実験しなくても大体こういうことが起きるんかなっていうのはわかるんですけど、概念が違いますよね、もう核反応っていうのは。だから、理論的には爆発するってなっていても、実際それやってみて、本当に爆発するのかどうか、実験しないと無理ですよね。で、
どれぐらいの量をこうやったらどれぐらい爆発するかも、理論値では出たとしても、実際やってみたらそこまでいかなかったとか、その、ウランの濃縮がどれぐらいのレベルで濃縮できてるかとかも、いろいろ実験してみないとわからないですよね。だからアメリカはこう入念に実験してるんですよ。で、実戦投入したんですよね。それが地上起爆説になってくると、いつ実験したんやってなってくるんですよ。どこで実験したのと。キノコ雲出ますよと。1万メートルぐらいキノコ雲上がるので、もう遠くからでも見えますよと。なんだなんだあれってなりますよと。まあ、アホらしいにも程があるんですよね。だからそういうことを言ってる人って、その、あまりにも何も調べずに喋ってんねやなと。この動画ちょっと見て検証しませんかと思うんですよ。この動画も嘘なんだと。作り物なんだと。特撮なんだと言われたら、もうそういう人とは話にならないので、どうにもならないと思うんですけど、で、そういうその地上起爆説を言う人っていうのは、原爆があまりにも重いから、B29 に乗らないとかも言い出すんですよね。で、映像を見ていたら、原爆を工場から運び出してきて、飛行機に乗せるシーンもあるんですよ。ちっちゃいんですよ、原爆結構。人間が横に並んでたら、あ、こんなもんって感じなんですよね。それであんなに爆発するんや、っていう。ところもあるんですけど。で、後で調べてみたら、やっぱり乗るんですよ、数字的に。B29 っていうのは、積載量9トンなんですよね、最大積載量。しかし、原爆って4トン、広島が4トンで、長崎が 4.5 トンなんですよ。数字的にも乗るやないかと。だから、いかにその情報っていうのは、しっかり、精査するべきですよね。浅はかに、こうだって、何か見てこうだって決めつけて喋らないっていうんですかね。僕もこの映像を見て、この映像が 100% 本物で真実であるかって言われたら、そら 99.9% は真実だと思うけど、あとの 0.1% はギリ特撮とか CG、当時 CG なかったと思うので、特撮の可能性もなくはないかなとは思うんですけど、映像を見ていたら、いかにそこに出てくる人たちが残酷な状態になっているかとか、この瓦礫の様子っていうんですかね。そういう地上起爆説には、なんか、原爆そのものも実は存在していなくて、なんか違う爆発をさせて、そういう状態にしたんだ、みたいな。どうやったらこの木っ端みじんの状態を再現できるんですかっていう話なんですよ。見たことないんやろなと思うんですよね。僕もなかったので、そういう動画っていうのは。だから、なんていうのか、そういうことを思わせられるというのか、ちょっとショックな映像だったというのか。で、これを、このドキュメンタリーを見ると、アメリカの人の言い分も、なんとなく理解できたっていうんですかね。そのアメリカの人ってよく、その戦争を止めるには致し方なかったんだと。原爆を落とすしかなかったんだみたいなことを言うんですよ。で、僕らは反射的に、そんなわけあるかと。あまりにも非人道的すぎるぞって言うんですけど、ただ、その、まあ、この映像でも出てくるんですけど、その東京大空襲とか、特攻隊とか、そういうのも交えて、そのドキュメンタリーになってるんですよね。何喋ってんのかわからないんですけど、それを見たら簡単に理解できるというか、日本の人たちって、降参しないって多分アメリカの人らは思ったんだと思うんですよ。何しても降参しないと。だからもう最終兵器を出したっていうことですよね。まあ、実験したっていう、ところも半分ぐらいあったのかもしれないんですけど、日本はやめるチャンスが何回もあったんじゃないのと。東京大空襲とか偉いことですよと。で、日清戦争とか日露戦争とかの歴史を見ていると、戦争って軍隊が負けたら負けっていう感じなんですよね。まあそらそうですよね。軍隊ってその国民総動員っていうのか、国民がこう一生懸命頑張って兵器とかにこう、リソースを使うっていうんですかね。そうやってその軍隊、頑張ってもらうっていうんですかね。で、そうやって出来上がった軍隊がもう負けてしまったら、もう国そのものが負けですと。で、そういう、そのロジックで、その日露戦争とかも、別に日本はそのロシアにその攻めていってロシアを滅ぼしたとかじゃなくて、ロシアの艦隊がこう負けたから、ロシア負けになったんですよ。だから日本も太平洋にあった日本軍が負けたんやったら、降参するべきだったんですよ、そこで。でも、その、なぜか、その、まあ、軍隊出身の総理大臣になったっていうのが悲劇だったと思うんですけど、まあ、侍精神なのか、
もう負けたら恥ずかしいと思っていたのか、なんなのかわからないんですけど、まあ国民みんなが巻き込まれることになってしまったと。で、アメリカはその悪魔のようなことをするに至ったっていうんですかね。日本が降参していたら、そうはならなかったんじゃないんですかと。まあその辺もそういうふうに降参しないように、その洗脳されていたとかいろんな言い分はあるかもしれないんですけど、その辺はわからないんですけど、ただ、そのこの映像を見れば、いかにその原爆っていうのが、やばいものなのかっていうのがよくわかるっていうのか。だからこれが起きたから、もう世界戦争っていう派手な戦争は今のところ起きないんやろなと。こうなるんやっていうことがわかるっていうんですかね。だから映像で残しているっていうのは、よくやったっていうのか、その、これを映像で残さずに流してたら、またこういうことが起きる確率は上がりますよね。まあそういうことをいろいろ考えさせられるあのドキュメンタリーなんですけど、あの原爆のシーンあたりからまた出しときます。あの興味ある人は最初から見てもらったらいいと思うんですけど、何喋ってるかわからないので、あのあれなんですけど、僕は何喋ってるのかわからなくても映像に引き込まれたっていうんですかね。これは興味深い映像やなと、そういうのがよくわかるあの映像の紹介でした。ちょっと閲覧注意なので注意してくださいという話でした。以上、芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。